そうですね、MBA を目指した理由っていうのは、以前の前職で6年間中東とのビジネスをやってたわけで、投資銀行での仕事だったんですけども、そこでいかにその顧客にマーケティングの観点から、そのバリューを伝えれるかって考えた時に、MBA で新しくファイナンスに加えてマーケティングのコンセプトを学ぶ必要があると思って MBA を志向しました。そうですね、SMU、選んだ理由っていうのは、まずシンガポールからお伝えした方がいいんですけども、中東にいた時にシンガポールっていうのはすごい UAE 自体がシンガポールをモデルにした作られたということで、当時の顧客からもやっぱりアジアでいろいろポストグラジュエートの、勉強した方がいいんじゃないかということを受けまして、調べた結果、SMU が1年っていうプログラムで、しかもソフトスキル重視でアントレプレナーシップも強い学校ということで SMU を選びました。そうですね、ビジネススクールを選ぶ、基準ですけども、まず1点目としてはすごいそのローカライズされたプログラムであること、2点目としてしましてはアントレプレナーシップが強い学校であること、3点目としては授業がソフトスキル重視でもあるということで、少人数でもあるということに着眼して、先ほども申し上げた通り、SMU を選んでいます。そうですね、私が GMAT を進める上ですごい参考になったのがマグーシュという、オンラインプレップの、業者がありまして、そのマグーシュをよく使ってですね、クオリテイティブとクオンティテイティブ、AWA の方をすごい準備した結果、自分の取りたいスコアが、4ヶ月から5ヶ月で取れました。マグーシュおすすめです。